かまちゃますです。しーちゃんです。田島しんちゃんです。今日は時総合運動公園にやってきました。ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。あのさ、あの結構多い悩みで、うん、ストロークでできんじゃう子、うん、まあ、本当頭の中では脱力意識してるんだけど、うん、次できんじゃう子多いんだけどさ、それを直すってなんかいい練習方法とかない？めちゃくちゃいっぱいあります。ある？めちゃくちゃいっぱいある。めちゃくちゃある。めちゃくちゃいっぱいある中の今日一つを紹介したいと思います。あたす。今はね、そのラケットの性能が本当にかなり良くなったので、まあ、僕たちは小学生の時と違って、でこのスイートスポット真ん中に当たらないとボールが飛ばないってことがね、ほとんどないので、みんなこう、ね、腕でこう打ってしまうからこそね、力みがちになってしまうのかなと思います。なので今回はその腕だけで打っちゃう子のために向けてね、下半身を使うともっと楽に球が飛ばせるんだよっていうね、練習をやっていきたいと思います。今まででもね、何回かちょっと見せたことはあるんですけど、まあ、ピストル打ちって言って、こう早くバン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 打っていくね、練習をやっていきましょう。まじで逆に力んじゃわないって思うじゃないですか。最初はね、力んでしまう人も多いんですけど、こうだんだんもう手だけで飛ばせなくなってくるんで、今回ね10球いきます。で10球ぐらいやるともう最後腕が疲れて振れなくなっちゃうので、腕だけで力んじゃう子は絶対にできないと思います。そうだときにようやくこう下半身で打つことっていうのはね、覚えていけると思うので、今回はそのねピストル打ちのね10本をやっていきましょう。はい、それじゃあやっていきます。レッツゴー。レッツゴー。はい、この練習は上半身をしっかりこう回転させないと打てないので、最初はねこうやって腕だけでやっちゃう人もいると思うんですけど、しっかり下半身を連動させるためにスタンスを広めに取りましょう。だいたいイメージとしてはラケット1本分、まあ、身長の高い子だったらラケット1本分プラス、まあ、ちょっとぐらいやってもらうと、まあ、これぐらいかな、だいたい。このまま腕で引くというよりかは足の体重移動でこうラケットを引くというイメージでやることを意識していきましょう。それじゃやっていきます。はい、いやーナイスキャッチ。球足のポイントがいくつかありまして、球足はこのカゴを持ったままやるとですね、結構慌てちゃってうまくできないんで、はい、よいしょ。ポイントキングホーム。こんな感じでラケットに10個乗せてあげましょう。でこれでこのまま出してあげるとスムーズにいけると思うんで、はい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 、こんな感じで球足の子はやってみてください。はい、この練習で意識することは、さっきねスタンスのことを言ったんですが、もっと細かくこの下半身の使い方を言うと、この左足をこう中に入れてグーッとはめるっていう、ここが大事ですね。でここの右足の中にこう指をね挟めるように、ここですね、このちょうど付け根のところにこう指が挟まるようにして解放する。で付け根を挟めるように、付け根の指が挟まるようにひねって解放するっていう形でやっていきましょう。もちろんね、やっぱね上半身がね大事にはなってくるんですけど、上半身から動くことはなくて、下半身があって上半身がねこうやって振られるっていうのが体の正しい使い方になるので、もうこうやってラケットをね振ってしまったらこの練習何の意味もないので、しっかりこの右足にこう溜めれる、左足もこっちに入る、でこう振るっていう、この足の使い方をしっかり意識しながらやっていってほしいなと思います。それじゃやっていきます。
ありがとうございました。実際やってみてどうでしたか。結構これ腰使って打たないと本当に飛んでいかないし、その後半がめちゃくちゃきつくなるので腕きつくなるよね。結構やっぱきつくなって、女の子結構その手だけで打っちゃうことが多いので、この練習をしてその腰使うのを覚えたらいいと思いました。やっぱ下半身強化にもつながるよね、うん、でも下半身がね上手に使えない子今本当にね多いと思います、うん。冒頭でもラケットの性能が上がってって話をしたと思うんですけど、やっぱラケットでね簡単にボールが飛ぶ分、体をねうまく使わなくてもボールが打てちゃうので、もちろんねボールを打つことだけで考えるとできるんですけど、やっぱ速くて安定したボールみたいなところで言うと、やっぱ下半身がついてこないとどうしても安定できないので、ぜひこの練習をやって下半身の使い方をね身につけてほしいなと思います。ではこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。